あのお姉さん、どこに行ったのでしょう。わからない。彼女がブローニャたちに残したものでしょうか。私たちに知ってほしいのかもしれないね。やってみる？はい。あれ？ブローニャたちの体が思い出の中に反映されています。なんで？今までは見ることしかできなかったのに。違います、キアナ、忘れたんですか。昔委員長が羽を使ってブローニャたちと会話した時もこういった状況でした。まさか。聞こえないみたい。ついていきましょう。スイ、どうしてあなたがここに？他のみんなは？師匠。師匠のことが心配だったからでしょ。師匠が山を降りてから彼女は毎日ここで待ってたわ。そうよね。師匠、もう遅いし、まずは院に戻りましょう。彼女たちの師匠は殺そうとしてる。あなたたちはそれを止めに来たのよね。何言ってるの？ブローニャたちが見えてるんですか？目に映るものが真実でなければ、それは、これが炭染め子。彼女、どうして急に私たちを攻撃してきたんだろう。この思い出はどこかおかしいです。今弟子たちが師匠を殺すって言ってたよね。ここは500年前、退去七賢が委員長を殺したあの夜ってこと？羽はブローニャたちに歴史を変え、委員長を助けてほしいのでしょうか。わからない。とにかく彼女たちについていこう。師匠は一番大事な存在。他の命と比べられるものじゃない。でも師匠に彼女を殺させるわけにはいかない。いかないの。せっかく手にしたチャンスよ。
もういいよ、エンケ。これが運命だと言うなら。すべてを静寂に戻しましょう。風勢よ。この落ち無尺は探せないわよ。重力制圧バニーパンチ。これはただの幻。そうでしょ。嘘なら本物に偽装する必要もないもん。来たのね。すまない。お前たちはここで泊まることになる。あんたたちは運命を変えたい。私たちだってそうよ。可能であれば俺たちだって戦いたくなかった。始めましょう。よく見てなさい。これが無双よ。弟子たち、退去七賢。500年前、彼女たちが委員長を殺した。彼女たちから委員長に対する憎しみを、ブローニャは感じません。ううん、あるよ。かなり希薄だけど、憎しみを感じる。でも、私が間違えてたかもしれない。あの憎しみの相手は、私たちでも、委員長でもなく、むしろ彼女たち自身を憎んでるように感じる。キアナ、委員長の弟子は7人いるんですよね。でもさっき現れたのは6人。あと1人、この普通運院にいるのかもね。心の準備を。うん。私たち戻ったの？何があったの？あの屋敷に。ブローニャの視界は真っ暗になって、気づいたらここに戻っていました。おかしい。おかしすぎるよ。何なのこの羽。残した人に聞くしかありませんね。
開始目標、少し違う気がします。今まで触れた羽と違います。やってみますか？それともやってみるよ。ジョウ、これから南海に行きます。あなたも一緒ですので荷物をまとめておいてください。わかりました、師匠。南海にまた妖獣が現れたんですか？心あらずですね。どうしましたか？南海は遠いです。こんなに長くここを離れて、みんなは数名がいます。心配ありません。彼女はただ他のみんなよりも早く弟子になっただけで、まだまだ子供ですよ。元凶もまだ幼いし、水の病気もまだ治ってませんし、遠慮だって。行きたくないのですか？私は行きます。南海に着いたら両親の墓参りに行きたいです。ええ、師匠、南海に一体何があったんですか？何もありませんよ。あなたと同じ、私も友の墓参りをしに行きます。何を買ったんですか？墓参りの供物と元凶にあげる木の人形、水に字を教えるための本、あと遠女へのおしろい。数名へのお土産。それから、これは師匠へのものです。この村を覚えてます。数年前、師匠が私を大巨山に連れ戻したとき、一度ここで泊まりました。
そうでした?忘れました。すみません、師匠。海に出てくれる船はこれだけです。ここで一晩泊まることになります。構いません。ありがとうございます。どうして礼を?私を両親の墓参りに連れて行ってくださったからです。趙雨、私の目的地も同じ場所です。すみません、師匠。時間を取らせましたね。いいえ、大丈夫です。師匠の友人のお墓はどこでしょうか。供物を置いてきます。今は宮殿に登り、白は窮地に落ちる。それが神宗の古い習わしです。しかし私は知ってます。死んだ後に魂魄はもうありません。彼女たちは戻ってきません。師匠の友人も、旧友のものですか?いいえ。旧友は死友の復活を願っていて、私の友人は蛇獣を倒すことしか考えていませんでした。彼女たちは同族ではなく、敵同士でした。死友は天地神器が集まって生まれた妖獣です。それが誕生した時、南海は破壊され、私が戻る前に、彼女たちは死友と戦い、死にました。約20年前、旧友の者は再び蛇術で死友を復活させようとしたため、私はそれを止めるためにここに来ました。趙雨、あなたの両親は私のせいで死にました。私が憎いですか?私の両親は、妖魔になったんですよね。きっと、両親にとって死は最良の結末です。ええ。これでいいのです。行きましょう。妖魔になった者は本当に助からないのでしょうか。みんな悪い人じゃないです。自分の意志で妖魔になったわけでもありません。どうしてこんなひどい目に遭わないといけないんですか。四番弟子、遠女も悪いことをしてません。もし彼女が妖魔になったら、私たちは。趙雨、この件に関してはどうしようもありません。師匠、遠女を
見逃してもらえませんか。彼女はもう手遅れです。超。林超雨、彼女も委員長の弟子だったんだね。彼女が一番弟子、退去七賢の中で唯一現れなかった弟子。キアナ、問題はそこじゃありません。大事なのは彼女がなぜ退去山にいるかということです。なぜ500年前の人間が今の退去山にいるんですか。ここに何があったかなんとなく理解したかも。私たちがこの山に来てから何もかもがおかしかった。ここも委員長が見せた退去山と違うし、崩壊エネルギー濃度も異常に高い。あの羽たちも委員長の羽とは違う。それから林超雨、500年前の人間である彼女が退去山に現れて、私たちと出会って死因を探せと私たちに言ってきた。罠です。うん、ここは本当の退去山じゃない。ここはどこなの。それに一体誰が。林超雨が残した羽です。もう一度言ってみよう。真相はきっとこの羽の中にある。これはただの記憶、そうよね。私は死んだのね。私は死んだ。ねえ、どういうことか教えてくれる？私は死んだ。私死んだんだ。攻撃してこなかったね。この羽に変化があったみたいです。暖かくなりました。死ぬべきものは最後やっぱり死んだ。生きるべきものは生きている。それでいいんじゃない。ありがとう。え？死を止めるのはたやすい。しかし一人を生かすのはとてもとても難しい。だからきっとあなたはいい人なのね。来たのね。
この山を登った先、物語の終点で、あんたはあんたの欲しいものを見つけるわ。彼女はそこで待ってる。林長羽のこと？いや、精鋭のことだ。今、師匠にも大事な人ができたわね。随分と遠回りしたけど、無駄じゃなかったわ。これでいいんだ。委員長が山の上で待ってるって。彼女は特別です。寝床を整えてあげてください。彼女に献身血を教えます。この子はまだ幼いですが、話すことができますし、字の読み書きもできます。彼女は特別です。あの子は先ほど寝ました。気が強い子で、飴をあげてやっと言うことを聞いてくれました。ええ、仙人は彼女を引き取るおつもりでしょうか。そうかもしれません。彼女の家族は死にました。あの子、覚えるのが早いですね。3ヶ月で剣心は止水まで来てます。だから彼女は特別だと言いました。2年近くかかった私はかなり不器用ですね。始めたのが遅すぎました。私もきちんと教えてませんでしたし。仙人、ずっとあの子って呼ぶのもなんですし、名前をつけてあげましょう。あなたの名前はどうつけられたんですか？父が秀才に頼んで、司教から朝に制すれば数朝それ雨降るを取って。こうしましょう。司教を買ってきてください。彼女の名字はあなたと同じ凛にしましょうか。それは名字ならある。
さんの名字はスーだから。名前は？名前は父さんがつけたけど、もう捨てたの。いわゆるかの人、水のほとりにあり。ほとりという字はどうでしょう。どういう意味？ほとりは水際という意味です。水際。つまり岸でも水でもない、どちらにもなれないってことよね。気に入らないですか？別のページにしますね。いい、それで。諸運姉様、数名です。その数名、まずは仙人に礼をするべきですよ。これから仙人が親代わりになるんですから。母の仇忘れるはずがない。仙人に感謝してるけど、親だと認めるわけにはいかない。私を追い払ってもいいし、追い払わないなら奴隷となりご恩を返すわ。追い払うつもりも奴隷にするつもりもありません。あなたには武術を教えてあげます。将来妖魔退治に使ってください。私を親だと思うかどうかは重要ではありません。仙人は母の仇、親として認められない。しかし仙人には命を助けられ、武術を教わるという恩がある。仙人との関係はちゃんとした名前があった方がいいでしょ。数名は仙人を師とし、そばにいることを誓おう。超雨。はい、師匠。あなたも来なさい。ララララララ。何を歌ってるんですか？ん？知らん。適当や。もうすぐ休みやで。はい。お家に帰るん？はい。近頃父さんの体があまり良くなくて、帰って父さんの世話をしたいです。なあ、うちのパパとママが許可してくれたらうちも行って。来たいんですか？うん、まだ行ったことないやろ。道場はまだあるん？うちに武術を教えてくれへん？少し遅かったですね。道場は先月売却したそうです。道場を継ぐと思うとったのに。どうしてですか？かん、
あんたならそうするって思った。フワはなんか夢あるん？いつも夢はないって感じやから。夢ですか？ほれ、せやから道場を継ぐと思って。フワは言われた通りにするタイプやもん。フワ、この道にしようって言われたらそうするタイプやもん。フワの人生やのに。うちはな、将来絶対に青海市にいないと思うねん。ここに居すぎやねん。もう麻痺しとるもん。わかる？ここの思い出が多すぎる。どこもかしこも。橋を渡れば誰と行ったんか思い出す。店を通れば何を買ったんか思い出すねん。青海市はうちの思い出だらけや。町中釣り針だらけで、うちという魚を釣ろうとしとる。イメージ湧くやろ？思い出が溢れるほど多いねん。思い出が多いのはいいことじゃないですか。そう思う人もいるかもやけど、うちは嫌や。とにかく詳細はまだ決まっとらんけど、うちは青海市を出るで。パパやママみたいにいろんな国に行ってみたいねん。サクソフォン吹いて、ピアノ弾いて、バレエ踊ってみたいねん。バレエを？え、バレエはやめようか。私も故郷に残らないと思います。青海市にも残らないかもしれません。将来何をするかはまだ考えていません。正直に言うと、ついさっきまで考えたこともありませんでした。私は本当に夢がないのかもしれませんね。まあまあ、気にすることはないで。夢は必需品やないし、金にもならん。あったらちゃんと叶える。なかったらいつか思いつくねん。うちらはまだまだ若いし。はい。でも私にとってどこに行ったとしても思い出は大事な大事な宝物です。ずっと覚えていたいと思います。